皆さんこんばんは。今日は1月9日水曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。バンコクでの大気汚染が続いています。台風1号パーブックによる被災者を助けるため、救援キャラバンが派遣されています。総務省と ASEAN 事務局が第4次産業革命 4IR に関するセミナーを開く予定です。中国のハルビンで開催された第11回国際大学生雪像彫刻大会でタイのチームが優勝しました。東部ライオン県の知事らがバンコクで開催されているウィンターフェスティバル雲愛楽クライクアムナウ最南辺ラタナ行進の会場を訪れました。続いてニュース展望です。今日は EU がタイに対し発行していたイエローカードを取り消しというニュース展望をお伝えします。